こんにちは、田原です。1月の6日、日曜日の朝ですね。今日、すっきりと目覚めましたか？もう正月明けっていうことでですね、もう明日からもう本格的にですね、また1週間始まりますので、まあ、今日もですね、ちょっと動画を1本お届けしようかなというふうに思います。で、今日ちょっと動画としてですね、お届けしたい内容としましてはですね、今これからだったりとか、もう今すでにあなたがですねやってる商品だったりとかサービスっていろいろなものがあると思うんですけれども、それがですね本当にこう売れるかどうかっていうものがわからないとか、あとどういうふうに、打ち出していけばいいのかわからない、どんな商品が好まれるのかわかんないということでですね、ちょっとお話しさせていただきます。で、皆さんですねこれ知ってますでしょうか？これはい、野上っていうですね、まあ、食パン、高級食パンで最近も有名になってて、生食パンですね、高級生食パンっていうところなんですね。で、これですね、最近っていうかもう去年の中でも一番ヒットした食パンって言われたりとかもしてますけれども、まあ、この前ですね、ちょっとテレビの中で、この野上の社長さんがですね、取材されてたんですよ。で、ちょっとそこの中でですね、すごくヒントがあったんで、お伝えさせていただこうと思ってですね、今日動画届けてます。で、何なのかというとですね、実はこの野上を作った、この、まあ、野上のこの食パンを作った社長さんはですね、もともとは、まあ、違う、飲食の分で、まあ、授業をされてて、それでですね、うまくいってなかったっていうことなんですね。で、どういうふうにしたらいいかなとか、外食産業ね、これからどういうふうにやればいいのかなっていうふうに、すっごく悩んでるときに、すごくですね、思ったことが一個あったらしいんですよ。それが何なのか。というと、グルメのこの食レポだったりとか番組とかの中で視聴者さんだったりとか、あと他の、来てるお客さんの中でのコメントの中で、甘いとか柔らかいとかっていうような、そういう表現をするものがすごく多かったってことなんですね。で、そこでその今の野上の社長は気づいたわけなんですよ。なるほどと、人は甘いものや柔らかいものっていうものがすごく感動するんだ。だから食パンをすごく甘くて柔らかくて美味しいものを作ることができたら、価格が高くても売れるんじゃないかっていうふうな自信だったらしいんですね。で、今までやってきたこの事業、外食事業っていうのは一旦やめて、食パン一本に絞った。それで野上というですね、この高級食パンっていうものを2年くらい費やして商品開発して今できてる。そして今じゃ全国的に言うとですね、今100店舗以上、全国に支店があるらしいです。で、なおかつこの野上のこの食パンっていうものはもちろんフランチャイズだったりとか違うところとかでもやってはいるんですけれども、必ずですね、その商品開発した本人が、まだ40歳くらいの人なんですけれども、毎月1回その食パンをですね、本部に送ってもらって、それで開発した人がきちんとこう味とか柔らかさとか甘さと全部確かめてるらしいんですよ。まあ、そのぐらいですね、品質にもこだわって、どういうものがやっぱお客さんが好んでるのかっていうものを徹底的にやっぱりリサーチしてる。そして生の声、実際のリアルでどういう人がどういう言葉を発しているのかとか、どんなことを興味があるのかっていうものをすごくやっぱりこれ研究というか、まあ、リサーチ、調べたからこそ生まれたものなんじゃないかなと思うんですね。もちろん食パンの中でもいろんなやり方があると思うんですよ。このバターにこだわってとか、最高級の、食品とか小麦を使ってとか、グルテンフリーとか最近流行ったりとかしますけれども、グルテンフリーでも全然大丈夫ですよとか、そういう食パン作ってもいいかもしれないんですけれども、やっぱそういう食感とか、そういう人のこの感覚をどれだけこうイメージさせられるものができるのかっていうことを作ったものがこの野上の高級食パンということなんですね。まあ、ぜひともですね、まあ、この野上の食パンの中でもですね、言えるものは、ただ単純に安ければ売れるっていうわけでもなく、ただ高くすればいい人が買ってくれるっていうわけでもないと。もちろんそこの商品を開発するためにも、どういうものがやっぱりお客さんというか一般的に好まれているのか、そして好んでる人が数が少ないよりもやっぱり多い方がいいですよね。どれだけ望んでるのか、需要と供給のバランスとかも言いますけれども、どれだけ望んでる人が多いのかっていうものもですね、ぜひとも、あなたの今持ってる商品、もしくはこれから持つという商品に対して、果たして
これってどのくらいの人がどんな感覚でいるのかということをですね、ちょっと一般的な目線として、見てほしいなというふうに思います。そうするとですね、ぜひともこの野上の食パンみたいな感じでですね、あなたのものもあなたの商品やサービスも安売りすることなく高い価格でもお客さんが望んでこれ欲しかった、そしてこれ紹介したいって言われるものが作れるんじゃないかなというふうに思います。ということでですね、今回は野上の高級食パン、高級生食パンについてですね、ちょっと私の方でもなんか思ったこと、気づいたことということで動画でお届けさせていただきました。2019年もね、早速もう始まって、明日からまた月曜日ガーンとね始まっていきます。今日一日しっかり休む方もいればですね、もうすでに始まる方もいると思います。僕もですね、今日お昼からですね、福岡で活動されている方のちょっとサポートとして、仕事に行ってきます。ぜひともですね、2019年ね、もう1週間ほども経ちましたので楽しみに、そして今これから頑張っていこうっていう人はですね、この商品に関してもぜひとも見てみてほしいと思います。今で満足するんじゃなくて、もっといいもの必ず作れますんでですね、ぜひやってみてください。この動画を見ていただきましてですね、いいなっていう、なるほどなというふうに思っていただきましたら、グッドボタン、そして、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録をお願いいたします。今後ですね、こういった風に動画、そして音声というコンテンツを僕はもっともっとたくさん作っていきますし、こういうコンテンツを作りたいっていう方にサポートしていきます。ぜひともですね、興味がある方は、コメント、YouTube だったりとか LINE ということでですね、コメントをいただければと思います。ということで以上となります。どうもありがとうございます。